い、ネギシコです。ということでさ、いよいよあれよ、0円企業、0円で起業をしろと。で、0円で実際に俺が起業してみるから見ていなさいと、お金をかけずに起業っていうのはできるんだよっていう話をさ、前にしたと思うんだけど、やっぱりみんな思うんだけど、起業ってことを結構難しく捉えすぎ。起業なんてマジで簡単にできるのよ。ただ継続するのが難しいだけであって、で実際お金がないんでできないとか言う人いるけど、お金なんかいりません。お金なんかかからずにね、できるのよ。でそれを俺がさ、今回分かりやすく動画で何本かに分けてさ、この構成を出してるんだけど、いよいよね、本格的に話がちょっと詰まってきたんで、まあ今日この動画を撮ってるんだけども、0円企業でさ、お金をかけずに何をやろうかなって考えた時に、飲食店出すって言ったじゃん。で お寿司屋さん出すって言って、この間も職人さんをさ、面接したりとか、実技で料理実際に作ってもらったりとかっていうのをやってたと思うんだけど、具体的にね、じゃあどういう風に今回やったかと。まあだって物件取得とかももうしてるんで、まあ、物件取得だったりとかっていうのは基本的にはさ、敷金だったり礼金だったり、前家賃仲介手数料とかがかかってお金がかかるじゃん、初期投資。じゃあそういうのも0円なわけよ今回。じゃあそれがなんでなのかと、そのからくりとどういうふうにやったのかっていうのを今日はね、話をしていきたいなと思うんだけど、今回俺はね、考えたのよ、どういうふうに0円で起業できるかなって思って考えた時に、そのじゃあ飲食店をやろうと、でお寿司屋さんをやろうっていうのは最初にベースを決めてやったんだけど、実はね、高崎駅の近辺のマンションだけを専門に扱ってる不動産会社さんで、駅地下マンション専門館っていう不動産屋さんがあんのよね。でそこって高崎駅のマンションとかを専門で賃貸とか売買とかをやってる会社で、俺そこの不動産屋さんと組もうって思ったで、そこの不動産屋さんの社長さんとこうに話をしてて、まあ、そこの不動産屋さんの社長さん的にはさ、自分家でマンションを買ってくれたりとか、そこのマンションで賃貸で借りてくれたりとかしているお客さんに、もっといろんな付加価値のあるサービスを提供したいっていう風な話をしてたわけよ。俺はそこでね、提案したわけ。ゼロ円企業で飲食店をお金をかけずに出したいと。これどうですかって言ったのが、駅地下マンション専門館だけの、その会員さんだったりとかさ、でそこでその会社からマンションを買った人だったり、賃貸で借りてる人たちのその会員コミュニティみたいのがあって、それだけで3700世帯ぐらいあったんだよね。だそうすると、まあ大人の人数とかで考えると、だいたい6000から7000人の会員コミュニティを持っている会社さんだったんだけど、そこの人に、その人たちに何か付加価値のあるじゃあサービスを提供しましょうと。でそこでその人、マンション所有者の人しか入れない、もしくはマンション所有者の人たちの紹介でしか入れないような飲食店があったらどうですかっていう提案をしたわけよ。そしたらめちゃくちゃ喜んでくれて、それいいですよねってなって、でそこからずっとこうにね、打ち合わせをして、何度も打ち合わせをして詰めて、やっと、まあ、7月の20日頃にオープンする予定なんだけど、意味わかる？言ってること。その代わりね、駅地下マンションの会員の人たち、その人の紹介のお客さんたちしか入れない。そうするとターゲットにするお客さんの層っていうのは、まあ大体7000人から1万人ぐらいの人たちがご飯屋さんのターゲットになるわけ。そうすることによって、まあ、一般の新規のお客さんとかうちは入れないわけだ。その代わりお店もしっかり作りますと。内装もお金をかけてきれいに作るし、そのお寿司を握る職人さんもしっかり探して、ちゃんとした料理を提供できる食にこだわる職人さんを用意しますと。そうするとさ、その駅地下マンション専門家の人からすると、自分たちのお客さん、自分たちの会員さんにとっていいサービスを提供できることになるじゃん。だってそれはマンションの人たちだって嬉しくない？どこのマンション屋さんで買ったってさ、一緒なんだよ。金額なんて変わんないじゃんか。同じ3000万円出してマンションを買うときに、駅地下マンション専門館でマンションを買った人は、そういう特別なね、なんか付加価値のサービス、俺たちでしか行けないような飲食店とかがあるんだとか、そうなったらさ、その人たちは嬉しいじゃん。だそれが付加価値になるじゃん。だから駅地下マンション専門館の人にそういうサービスを提供しますと。その代わりに家賃とかはそちらで広告費として持ってくれませんかっていう話をしたわけ。でそしたらその駅地下マンション専門館の会社で所有してる物件、めちゃくちゃいい場所に所有物件があったから、そこに入れてもらうことになったわけ。だから賃料もかかんない、仲介手数料もかからない、ね、敷金礼金とかの初期費用もかからずに物件を抑えることができたと。あとは内装代とかね、食器代だったりとか、そういうものがかかってくるんだけど、それはそのプランを持ってって、出資者から出資を募ろうと。つまり何が言いたいかというと、うちはじゃあ出資者に今度伝えることって言ったら、このビジネスモデルは家賃がかかりませんよと。普通飲食店っていうのは家賃が大きいと。で広告費も大きいよね。食べログだったりとか、いろんなサイトに掲載する広告費もかからないと。なぜならマンションの専門家の人の会員の人たちしか入れないから、その人たちにはその会社から案内を出す。
DM とか。だからうちは広告は担当外なわけよ。そのお金もかかりません。その分食材の原価を上げて、よりいい食材のものを出して、お客さんたちもね、じゃあ考えてみて、かも単純計算ね。で、今回のお寿司屋さんっていうのはおまかせコース2万円で、まあ、飲み物とかも含めると1人単価2万5000円ぐらいのお会計になるお店なんだけど、8席しか作ってないのよ。もう特別感をかなり作りたいから、1回転で8人のお客さんしか入るわけで、1日2回転しかやらないね。つまり1日に16人しかお店には入れられない。そのさっき言ったじゃんか、会員コミュニティが6000人からマックス1万人ぐらいまでの中で、じゃあ一番低く見積もって6000人の人とかをターゲットにする。でその6000人の人たちが1年に1回特別な日に来るようなお店でいいと思ってんだよ。まあ、やっぱり1回の食事で1人2万5000円、夫婦できたりカップルできたら5万円だからさ、まあ、なかなかいい金額じゃん。だから結婚記念日とか誕生日とか子供の入学祝いだったりとかね、卒業式だったりとか、そういう特別な日に使ってくれるようなお店でいいと思ってて、まあ、そうするとね、まあ、6000人会員がいて、じゃあその6000人の人たちが1年に1回来てくれたと考えて、1回来てくれたら2万5000円なわけよ。それだけでさ、1年間に1回来てくれただけで年間の商業売上っていうのは1億円超えてくるわけじゃん。そこまでかなり超今ざっくりね、めちゃくちゃアバウトに分かりやすく説明してんだけど、俺はだから実際6000人とかも見てないわけ。本当に1年に1回3000人ぐらい来てくれれば回っちゃうのよ。ビジネスとして成り立っちゃうのよ。なんでかって、広告費かかんない、家賃かかんない、それはマンションの会社さんの費用負担分になってるからね。だからこういう風にやればね、どうお金かかってますかって話じゃない、起業するのに。この提案ができれば別に俺じゃなくたってよかったじゃん。で、まあ、開業資金で2500万ぐらいを見てるからね。でその2500万円見てるんだけどぐらいかかるのよ。内装で2000万と食器とかいろんな備品合わせて500万ぐらいで2500万円ぐらい見てんだけど、市とかね、県のコロナの補助金とかを使おうと思ってんの。その感染症対策だったりとかで、そういうのを使っていくと、まあ、その分でまあ大体ね、まあ、700、800万ぐらいは引かれるから、まあ、実際に1500、600万円で開業できると。であとは1500、600万円を集めることを考えればいいじゃん。それは1人の投資家でもいいし、2人の投資家でもいいし、500万円ずつ3人の投資家でもいいわけよ。でその投資家に話を持っていくときは、こういうビジネスプランですと。家賃もかからないし、広告費もかからないし、経費がかからない分、こんぐらいのお客さんをターゲットにして、こんぐらいの売り上げを見込めてますと。そうすると1ヶ月にこんぐらいの利益を見込めて、年間にするとこんぐらい利益が出ます。こっからあなたたちに配当していくんで、どうですかって言ったときに、もう俺が声かけた人はみんな、いやぜひ出資させてほしいですって人ばっかり。そしたらどうですかと。俺はお金出した、1円も出してない、初期費用かからない、広告費用も出してない、最初の設備投資、内装代とかも投資家の人たちから出す。でそれに対して利益から配当していく、0円。じゃあ俺が何をしたかというと、頭を使ってアイデアとか仕組みを作ったよね。で職人さんを探した。でそのお店にね、そのマンションの所有者の人たちが来るときに、どういうお店だったら来たくなるか、どういう店だったら1年に1回特別な日に来たくなるかっていうのを考えて、自分のこのアイデアをここに振り絞って作った。だから結構内装だったりとか、コンセプトだったりとか、料理の提供の仕方だったりとかは、かなり群馬県でも特別感のあるめちゃくちゃいいお店になるはずなんで、ね、だからこう考えたらどう、あなたたちでもできるでしょって話なの。起業するのに普通に考えたら、お寿司屋さんを出す、駅前でやるってなったら、まあ、2500万円ぐらいうちのやり方で全部やってたらかかっちゃうよ。でも2500万円自分のお金を出さずにも別に起業はできるでしょって話。俺はね、ここからそういうのを展開していきたいなと思って、この今飲食店、お寿司屋さんかもしれないけど、じゃあ今度フレンチとかさ、まあ、中華のお店とか、あとは美容サロン、それをこのじゃあ駅近マンションの専門家の人に話を持ってって、じゃあその人たちが入れる特別割引だったりとかをあれしたらさ、マンションの方、人が竹屋さんって言うんだけど、その竹屋さんが会員にバーって広告を出してくれるじゃん。そしたらうちは広告代はかからない。でもマンション専門官の会社さんからすると、うちでマンション買ってくれたりとか管理してるお客様に割引の特別優待でご案内ができてるっていう、それが付加価値サービスになるじゃん。マンションの所有者の人たちだったりとかは、あ、ここでマンション買ってよかったな、こんなサービスが一般だったら得じゃんってなるじゃん。だって他の不動産屋さんで買ったってお金変わんないんだもんっていうことなんよ。これがよくビジネスでいうウィンウィンってやつだね。俺もウィン、マンションの会社もウィン、マンションを買っ、そこのマンションの会社からマンションを買った人たち、所有者の人たちもウィン。そういうことね。俺からしたらお客さんが最初なんて来ないわけよ、飲食店出したって、まして高いからね。でも広告をやってくれて、マンションの人たちが周知してくれればさ、そしたら最初からスタートで、つまりリスクがないってこと。ビジネスっていうのはいかにリスクを最小限に減らすかが大事なの。やっぱこう全部自分でやると思ったら、リスク、リターンもでかいけどリスクもでかいじゃん。こうやってリスクをなくしてると、まあ、これが俺の今回のゼロ円企業で飲食店を出す、まあ仕組み、まあ、こんな感じでどん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 できるわけよ。だからまああんまり難しく考えずに、
とにかくやってみなさいと、起業をとにかくしてみる、でしながら考える、それでいいと思う。あんまりね、全部何もかも考えて完璧にしてからやろうとすると、まあ、物事っていうのはうまくいかないし、頭でっかちになって動けなくなっちゃうから、まあ、そんなに深く考えずにやっていけばいいんじゃないかなと思います。いよいよ多分7月の20日頃にはオープンをする予定なんで、まあそんな感じでぜひちょっとね、オープンしたらまた内装だったりとか映していくんで、ぜひ楽しみに待っていてくださいと。あとしたら1ヶ月の売り上げだったりとかも公開していきたいなと思ってるから、まあぜひその辺も楽しみにしててください。なんでチャンネル登録と高評価、 SNS のフォローもよろしくお願いしますと。あとなんかね、コメントとかなんかいいアイデアとかあったりとかしたら情報交換しましょう。待ってます。よろしく。じゃあ終わりにしたいと思います。バイバイ。これも寿司屋行けます？行けない。なんで？紹介がないと。紹介してよ。俺が？なんで？客層崩したくない。ふざけんな。